佐川市が FC はかつて存在した日本のサッカーチーム。佐川急便のサッカー部として2007年に佐川急便東京 SC、佐川急便大阪 SC の2つのチームを合併して発足した。滋賀県森山市に本拠地を置いて JFL に参加していたが2012年シーズンをもって JFL を大会。2013年1月をもって トップチームの活動を停止した。なお、2007年より開設しているジュニアユースチームアカデミーなどの株組織については2013年以降も活動を継続している。1991年に佐川急便東京支社のサッカー同好会として設立した佐川急便東京 SC と1965年に北節集機区団として設立した。 佐川急便大阪 SC が2007年に佐川急便サッカークラブとして合併、滋賀県森山市に本拠を移し、滋賀県で初めての JFL チームとして活動を始めた。SG ホールディングスグループが所有する保養施設、森山パークにある SG ホールディングスグループ健康保険組合森山陸上競技場をホームスタジアムとしたが、 年に2から3回程度おじさん陸上競技場でホームゲームを行ったこともあった。選手は全員が社員として雇用されており、陸上競技場に隣接した人工芝サッカー場を練習場としていた。佐川急便 SC としての JFL 参入1年目である2007年は、GM として伊藤道夫を迎え、旧佐川大阪の中口正史を監督、旧佐川東京の田中信隆を、 ヘッドコーチに据えた。佐川東京から15名、佐川大阪から16名の選手が集まり、新たな獲得選手は迎えずに、シーズンに臨んだ。合併、ホーム移転の困難から、序盤は苦戦を強いられ、開幕戦は辛くも勝利したものの、翌節では、前年の開チーム相手に星を落とした。しかし、MF、堀武と島田翔吾の両、サイドアタッカーに、 トップ下の中村元が絡み、FW5 級匠が得点する攻撃の形ができると勝利を重ね始め、競り合いの試合では、FW、竹谷秀幸がスーパーサブとして試合を決めるなど勝負強さも発揮して、5月上旬に首位に立った。移行首を明け渡すことなく、後期第15節に2位のロッソ熊本が敗れ、同節に本大フシート引き分けて、前進の佐川東京。 佐賀は大阪を含めても初の JFL 優勝を果たした。この年 J リーグ参入を果たした熊本には1勝1分、FC 岐阜には2勝と強さを見せた。30得点で得点王、MVP となった5球のほか堀、島田、MF、山根新選 DF、影山隆富山拓也、GK、森田光一郎の総勢7名が、 ベストイレブンに選ばれ、中口が最優秀監督に選ばれた。なお、8月に、ホーム佐川森山で行われた、栃木 SC 戦では、試合開始後に、突然の雷雨により試合が前半途中で中止となり、後日再試合となるハプニングがあった。JFL シードとして出場した第87回天皇杯では、3回戦で、バンディオンセ神戸に勝利した後、 迎えた4回戦の横浜 F マリノス戦では、先制を許し、5球のゴールで一時同点に追いついたものの後半に、失点を重ねて1から4と敗れた。この年から、地域密着のために、チーム名を、佐川急便市がフットボールクラブに解消したが、同年5月2日に、チームの正式名を略称だった、佐川市が FC に変更。また、同じ滋賀県のチームである、 見オビ国刷が JFL に昇格し、JFL における初の死がダービーが実現することになった。この年からユニフォームサプライヤーをアンブロに変更。中口正史がテクニカルディレクターに退き、ヘッドコーチの田中信孝が監督に就任した。前年シーズン終盤に MF 山根けが怪我で長期離脱し、攻撃の中心となっていた FW59MF 堀、島田が、それぞれ J リーグのチームへ移籍するなど、計8名の選手が離脱、大学卒の4名を加えての開幕となった。市がダービーとなった、開幕戦で、三曜日は国卒に敗れると、序盤は昇格組や、前年の会チームを相手に、カウンターで失点を重ねる試合が続き、7戦で1勝2分4敗と、苦戦した。4月29日のガイナーで鳥取戦に、 竹谷の逆転ゴールで勝利した後は、MF、田谷高校などの活躍で一旦調子を上げるものの、再び5月中旬から連敗。その後上位陣との対戦では、引き分けが続いたが、前期を13位で折り返した。後期に入ると接戦をものにできず、再び黒星が続くようになった。8月に行われた第88回天皇杯、滋賀県予選では、決勝で、 三尾は国刷に雪辱を果たし、滋賀県代表としての天皇杯出場となったが、一回戦で北信越リーグの津衛園金沢に接戦の末延長で敗退した。10月のリーグ戦再開を前に田中信孝がテクニカルコーディネーターに退き、代わってテクニカルディレクターだった中口正志が監督に復帰した。合わせて、 怪我で離脱していた選手も復帰し、中村や竹谷に加えて、MF、大沢友成や、高橋恵人 FW、米倉正文などが得点を重ねて調子を取り戻した。再開後は5勝3分け無敗としたが、最終的には12位でシーズンを終えた。優勝した、ホンダや、この年、J リーグ参入を争った、栃木 SC、片タれ山、ファジアーノ岡山、 鳥取など上位には互角の戦績を残したが、中位のチームに星を落とすことが多かった。引き続き中口正史が監督として指揮を取った。GK の定位置を争っていた、政子秀則が J リーグのチームへ移籍、他数名の選手の離脱はあったものの、攻撃陣を中心に前年の主力メンバーが残ってシーズンを迎えた。 開幕3試合で2分いっぱいとやや低調なスタートを切るものの、前期第4節のニューウェーブ北九州戦で初勝利を挙げると、MF、中村や大沢など好調な選手を軸にパスをつないで、中盤からの飛び出しや、両、サイドバック機種、深夜、榎本周平の積極的な攻撃参加でチャンスを作る攻撃の形ができ、順位を上げ始めた。米倉。 タケヤといった FW の主力を怪我で書くと、MF 高橋が FW として入るようになり、いわゆる例トップの形に近い攻撃陣の構成となった。5月に入ると、当時無敗で首位を走っていたガイナーレ鳥取にアウェーで初黒星をつけるが、その後に2連敗。ここで、新型インフルエンザの流行の影響で、自治体の要請を受けて5月23日に予定されていた。 ホームゲームが中止、延期となったが、翌週の三菱自動車水島 FC 戦から6、連続完封を含む8連勝と調子を上げた。延期試合であった6月17日のビファーレン長崎戦での勝利で首位に立つとそのまま前期を1位で折り返し、天皇排出条件を獲得した。後期に入ると、鳥取や本大 FC などとの上位対決を共に1点差で制するが、 その後は勝ち切れずに引き分けが続いた。10月10日に行われた第89回天皇杯2回戦ではザスパクサツと対戦し、序盤は互角に戦ったものの前半終了間際に失点を重ね1から3で敗れた。その後も勝ち点を伸ばせない時期が続いたが、2位チームとの差が詰まった状況で迎えた11月22日の後期第16節。 ジェフリーザーブズ戦に大沢のゴールで1から0と勝利し、2年ぶりの JFL 優勝を決めた。攻撃陣の中心として15得点を挙げ、MVP に選ばれた中村のほか、MF、大沢、山根、DF、富山、騎手がベストイレブンに選ばれた。この年も引き続き中口正志が指揮を取った。前年の優勝メンバーから主力がほぼ残留し、 大量8名の新人が加入。さらに、2007年の JFL 特典王である、おきゅうたくみが3年ぶりにチームに再加入して、初の連覇を狙った。開幕から急戦して4勝5分と引き分けが多く、無敗ながら勝ちきれない試合が目立った。前期第10節の見帯は国札戦からは、接戦を制して連勝するものの、前期第14節のホンダ戦で初黒星を起死した。 しかしその翌不死は同じく無敗で首位のガイナーレ、鳥取に解消して、初黒星をつけ、前期を2位で折り返して天皇敗出条件を獲得。後期に入ると、パスワークを中心とした攻撃に、5球がうまく適応して、攻撃陣が調子を取り戻し、7戦で5勝1分1敗と、勝ち星を伸ばした。約1ヶ月のブランクを置いて、9月5日に行われた。 第90回天皇杯2回戦では、ミトホーリーホックと対戦。試合開始直後に、5級、さらに後半に、岡村正幸がゴールを奪い、2点のリードで優位に、立ったが、その後終盤に逆転を許し、2から4と敗退した。その後のリーグ戦では、勝ち点差5で迎えた9月18日の首位、鳥取戦で敗れ、優勝の望みをほぼ失うと、 その後も負けが込むようになり、10月下旬に鳥取の独走優勝を許した。その後もさらに順位を落とす可能性もあったものの、町田ゼルビアとの直接対決に引き分け、かろうじて2位を確保してシーズンを終えた。引き分け数がリーグで2番目に多く、鳥取、町田、ビファーレン、長崎、松本山宮の J リーグ巡回院勢に対して2勝3分3敗と、 文が悪い結果となった。この年、新人ミキサイドバックとして、先発に定着した奈良は優太が JFL 新人王を獲得し、呼吸が二度目の得点王を獲得したほか、中村、山根、騎手がベストイレブンに選ばれた。引き続き中口正史が監督を務めた。選手の離脱や補強は、前年に比べて小幅なものとなったが、大卒新人二人に加えて、 復帰を除いた初めての他チームからの移籍選手となる FW、鳥海祐也を迎えた。東日本大震災の影響で JFL の開幕が4月下旬となったが開幕戦で敗れると序盤はその後も黒星が先行した。しかし5月下旬からブラウブリッツ、秋田や松本山雅に逆転勝利を収め、ホンダとのアウェーンゲームを終盤の得点で勝って調子を上げると、 6月25日の町田ゼルビア戦では0の3のビハインドから終盤に3から3の引き分けに持ち込むなど勝負強さを発揮するようになった。天皇杯の JFLC 度剣は逃したものの MF、清原翔平や GK 村山智彦、FW、鳥海などの若手の活躍とベテランとが噛み合って夏場に6連勝を果たし混戦のリーグで首位に立った。 天皇杯滋賀県予選では、決勝で、三曜日は国札を下し、滋賀県代表として天皇杯出場。一回戦を勝ち抜いたが、10月12日の二回戦では、若手メンバー主体のガンバ大阪に対して、シュート数では上回るなど持ち味を見せながら、決定力を欠き、0から2で敗れた。9、10月のリーグ戦では終盤に逆転を許すなど、 接戦をものにできず、二度の連敗を喫した。しかし二以下の混戦にも助けられて、周囲をキープし、ホンダとのホームゲームを制した後は、守備が安定感を取り戻して、白星を重ねた。そして12月4日の鎌田たまあれさぬき戦、相手ペースの試合ながら、終盤の清原のゴールで勝利し、一試合を残して2年ぶり3度目の、 JFL 優勝が決まった。シーズン通じて引き分けが1試合と少ないのが特徴的であった。またこの年、J リーグ参入を果たした松本山宮美には2勝したが、町田ゼルビアには接戦を演じるも1分一杯とし、初めて J リーグ参入クラブに負け越すこととなった。キャプテンの MF 山根が MVP に選ばれたほか、MF、中村、DF、 富山、マ、手、GK 村山がベストイレブンに選ばれた。加えて、チームとしてフェアプレー賞を受賞、さらに発足以後もシーズンにわたって意義による警告を受けていないことが評価され、JFL の特別賞を受賞した。引き続き中口正史が監督を務めた。前年のメンバーから MF、岡村の引退に加え、MF、高橋はじめ3名が海外クラブへ移籍した。 新人3人に加えて、FC 岐阜から MF、島田翔吾が5年ぶりにチームに再加入し、3旅連覇を狙うシーズンとなった。開幕2戦は昇格チームに対して、共に先行を許しながらも逆転で連勝したが、3月24日の第3節意識戦で1から4と、第差で敗れると、以降6試合勝利から遠ざかった。5月6日には、 当時首位の釜玉たでさぬきに勝利するが、その後も連敗するなど調子が安定せず、長崎、長野パルセイロなどの上位陣にも白星を挙げられずに11位で、シーズン前半を折り返した。しかし7月に入ると、校長の清原を中心に攻撃陣が調子を取り戻してこれ連勝とし、順位を3位に上げた。8月に入ると、ドローで連勝が途切れるが、天皇杯滋賀県予選では、 前年に続いて、決勝で、三曜日は腰との対戦を制し、6年連続の天皇杯出場を決めた。天皇杯本大会では1回戦で、関西学院大学に6-0と勝利すると、9月8日に、姫路市立陸上競技場で行われた J1 のビッセル神戸との2回戦では、前半の島田、後半の清原のゴールと GK、森田の後西部などでと2から1と逃げ切り、 滋賀県勢として、初、チームとしては、前進の一つである佐川東京以来7年ぶりの J リーグクラブに対する勝利を挙げた。その後のリーグ戦でも好調を維持して、10月10日に、ホームズスタジアム神戸で行われた J2 の、ジェフユナイテッド市原、千葉との天皇杯3回戦では、後半開始早々に先制されるも5球のゴールで、追いつき、同点での延長戦、さらには、 pk 戦に持ち込んだ。pk 戦も当初リードを許すものの後に追いつく、粘りを見せたが、最終的にはここで敗退となった。その後、中3日で行われた長野とのリーグ戦を引き分けた後、10月20日には、すでにチームの活動停止の報道が流れていた中、首位に立つ長崎を2-0と下した。さらに活動停止が正式発表された後の秋田との対戦も制し、 7月以降のリーグ戦を13戦無敗として優勝への望みを残したが、11月3日の横川、武蔵野 FC 戦に逆転で敗れて優勝の可能性が消えた。そして、チーム最終戦となった11月18日の藤枝、ミブック戦を1の1の引き分けとし、最後のシーズンを3位で終えた。リーグトップの得点数を上げ、この年、 J リーグ3入を争った長崎に1勝1分、佐抜キには2勝と、互角以上の戦いを見せたが、前年に一つのみだった引き分けが9つに増え、海チームに対する取りこぼしもあるなど、やや安定感に欠けたシーズンとなった。DF 機種、ナラリン、MF 清原が、ベストイレブンに選ばれるとともに、前年に続き、フェアプレー賞を受賞して、チームの歴史に幕を下ろした。 2012年10月22日 SG ホールディングスグループの2013年度からの中期経営計画策定にあたり JFL で3回の優勝を果たし仕事とサッカーを両立させ企業スポーツとしてアマチュア最高峰である JFL で活躍するというチーム設立時の理念について一定の成果を果たしたとしてトップチームの活動を停止することを決定 10月18日の JFL 理事会で JFL 大会が承認されたことが発表された。2013年1月31日をもってトップチームの活動を停止したことを公式ホームページにて告知した。なお、小学生を対象にした佐川滋がフットボールアカデミー及び中学生を対象にした佐川滋がフットボールアカデミージュニアユースチームについては2013年以降も 運営サポートを継続するとした。2013年3月、発足以後6シーズンにわたって意義による警告をゼロとした取り組みが評価され、日本サッカー協会よりリスペクトアワード2012が受賞された。2007年秋よりアカデミーを開校、2008年よりジュニアユースチームを保有。ジュニアユースチームは2009年に滋賀県トップリーグに昇格し、 J リーグ U-13 山戸岳ルリーグクラブユース選手権関西大会などにも出場している。ありがとうございます。